この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。猛暑の日々が過ぎ、秋の始まりを感じる9月、今回は心地の良い秋風を感じながら、およそ40万本の一面のコスモス畑を楽しめる第24回花高展望花農家コスモス祭りをご紹介します。一年を通した色とりどりの花畑で毎回多くの来場者を魅了している花高展望花農家。今年度のコスモス祭りは9月14日から10月14日までの1ヶ月間開催されます。公園を管理する NPO 法人花高町をきれいにする会の国峰さんにお話を伺いました。見どころはきれいに咲き誇るコスモスの花、そしてきれいな青空と景色です。花はコスモス街に千日紅、百日草、アメジストセージ、ひまわり、西洋朝顔などです。菜の花祭りが終わる5月中旬より毎週ボランティアさんを中心として定期的な種まき、苗植え、除草を行っています。機械を使った維持管理作業も事業部会の方が行っています。今年の猛暑で心配されるんですけども、今のところ順調に育ってます。コスモスは8種類のコスモスを植えてあります。それが今後9月中旬からどんどん開いてくるのが楽しみです。その頃には満開で皆様をお待ちできると思います。コスモス祭りの開催期間中は花の迷路やさつまいも掘り体験など魅力的なイベントも満載です。イベントですけども、地場野菜の直売店をオープンしています。花の迷路や花の種プレゼント、さつまいも掘り体験、菜種絞り体験をやっています。菜種油絞りですけども、4月に採った菜の花をこちらで今絞る体験をしています。さつまいも掘りは掘ったのをお持ち帰りいただけます。花の迷路はお子さんたちに非常に好評です。で、今年は作る方が変わったので、今までと違った迷路になるかもしれないです。楽しみにしてください。展望であるように、縄文三山はじめとして周りの山が非常によく見えます。春は菜の花祭りと最近はネモフィラで非常に、この場所は人気になってますが、本当に、心洗われる綺麗な場所かなという、そういうふうに思いますので、ぜひ皆さんのご来場をお待ちしています。花高展望花の丘コスモス祭りはペットの同伴も可能です。澄んだ空気の中、一面に広がる色とりどりの花畑を楽しむことができるコスモス祭り、皆さんで訪れてみてはいかがでしょうか。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。